皆さんこんばんは。今回は愛知県の碧南市長選を取り上げます。4月21日、昨日日曜日ですが、投開票が行われました碧南市長選について、これまで取材をしてきました記者に解説をしていただきます。解説は間野記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして聞き手は報道情報局の加藤です。まずは碧南市長選、当選が決まるまでをまとめましたので、こちらご覧ください。碧南市長選挙では無所属新人で前碧南市議の小池百合子さんが1万4424票を獲得し初当選。5期目を目指す現職の根木田さんが敗れる結果となりました。2児の母でもある小池さんは、高校の授業料無償化を含めた子育て政策などを訴えてきました。小池さんは愛知県で2人目の女性市長となります。今回の碧南市長選挙では、現職の根木田正信さんが直近3回の市長選挙で無投票当選だったことや、根木田さんと旧統一教会との関係などが指摘され、現職に新人2人が挑む16年ぶりの選挙戦となりました。今回はそういったことが争点になるのがおかしいなとは自分自身で思ってます。それは思想信条とか個人のことなんでね、だから本当は政策がどうなんだ、今後の碧南市がどうなるか、どういうふうにしたらもっと良くなるのかという、そのような争点でですね、やるべきだと思うんですね。統一教会とは全く関係のないのかっていうところがはっきりされないっていうところの中で、新しい政治をこれから期待をするのかっていうところの中で、今回選ばれたのではないかなと思います。碧南市の選挙管理委員会によりますと、投票率は 57.07% で、2008年に行われた前回の選挙と比べて 11.33 ポイント減りました。では今回は3人の方が立候補をしていました。改めて顔ぶれを見てみます。当選したのが小池百合子さん、14,424 票獲得です。根木田正信さん、9,454 票、そして鈴木義和さん、6,845 票となりました。この3人の選挙戦となりましたが、取材をしてきました間野さん、どんなふうに結果をご覧になってますか？はい、当選された小池さんの選挙戦はですね、まさに手作りの選挙戦といった形で、ご自身でもおっしゃってましたが、組織は持っていないと話されていて、本当に地道にやっていくと話されていました。一方の根木田さん、現職の根木田さんはですね、事務所に行ってみますと、たくさんの団体から推薦状が届いたりしていまして、しっかりとした組織を持っているんだなと感じていました。この告示前後に合わせてですね、周辺取材していますと、小池さんと根木田さんが競った結果になって、どちらが当選するかわからないといった声も聞かれていました。はい、ただ結果が出てみますと、小池さんはおよそ1万4000票、根木田さんは9000票と5000票の差が出てきたことは予想外の結果となってなりました。取材してみても、そういう情報というのは、拮抗してるんじゃないかというふうな情報が入ってきたり、見方をしてたわけですね。そうですね。小池さん自身、手作りの選挙でやっていくと話されていて、この無党派層がどれだけ小池さんの支持として小池さん自身が取り込めるかが鍵になるんじゃないかなと考えていたんで、そういったこともあって、もっと競った結果になるかなと考えていましたが、結果としてこのような結果になったのが、4期16年を務めた現職に対して、小池さんに碧南を変えてほしいと、新しい風を吹かせてほしいという市民が期待を寄せていることの表れではないかなと感じます。ご自身はこの5000票近くですね、差が開いたことについてはどんなふうに受け止めされてたんでしょうね。そうですね、小池さん自身も厳しい選挙だとはずっとおっしゃってはいたんですけれども、この演説、街頭演説を繰り返す中で、
選挙戦が楽しくなってきていると話す場面もありまして、この自分が訴えること、それに対する有権者からの反応を得られるのがすごく楽しいと話されている場面もありました。まあ、その中でどんどん日に日に手応えを感じていったようではありますので、まあ、もしかすると、ここまでの差、ここまで差が開くことは予想されてなかったかもしれないですが、ある程度の手応えを感じていらっしゃったんじゃないかなとは思います。参議院のこの選挙の戦い方を見て、やはりこうたくさんこう熱量を持って、市民に訴えかけてたというと小池さんになるわけですか？そうですね、やはり小池さんはこの街頭演説のできる、午後8時までギリギリまでマイクを握って演説をされていましたし、有権者への感謝だったり握手をしたりとかなどをされていて、まあ、熱心に、選挙活動に閉じ込んでいらっしゃったんだなと感じています。熱量の差で当選という見方もできますよね。そして、そんな小池さんですけれども、たくさんの政策を訴えてこられましたが、主な3つを挙げてみました。はい、実際に、教育、子育てについては多く耳にしてきましたか、真野さんも？はい、そうですね、演説を聞く中で、また出馬の会見をする中でも最も訴えたいことはやはり子育て政策だと小池さんはおっしゃっていました。小池さん自身もですね、この2人の娘を育てる母親でもあるので、やはり当事者目線として今困っていることは子育て政策、子育て支援策ではないかと感じました。たくさんの同世代 のお母さん方、ママ友さんなんかもね、たくさんいらした中で、そういう方々に囲まれて心強くも選挙戦をしてたんじゃないかなというふうに見えますが、その周りの皆さん、支援者の顔ぶれとかはどんなふうに見てました？そうですね、やはり圧倒的に女性の数、30代以上かなと見られる女性の数は、選挙のスタッフの中でもそうですし、この演説を聞いている聴衆の方、市民の方を見てもやはり女性が多く集まっているなという印象でした。ご自身も2人の娘さんを育ててらっしゃるということで、やはりこう実感こもって教育子育ての大切さというものが伝わったのかもしれません。はい、改めて、今回の参議院の顔ぶれを見ますとですね、一つ今回の碧南市長選が注目されるポイントとなったのが、やはり現職の根木田さんになってきますでしょうか？そうですね、根木田さんはですね、2021年に名古屋市内で旧統一教会の関連団体が開いたイベントで実行委員長を務めていました。このことについて、議会の場でしたりメディアから根木田さんはのなぜ実行委員長を務めたのかという追及がされたんですけれども、根木田さん自身はそのいった活動、旧統一教会との関わりというのは政治活動ですね、個人の政治活動の一環で、市長としての公務では関係ないと繰り返し説明していました。またこの旧統一教会について、どのような考えを持たれているかというコメントを求められた際は、特定の宗教団体についてのコメントは差し控えると話していました。そうした根木田さんの姿勢をですね、市民の方たちに聞いてみますと、やはり市長としての説明責任はしっかり果たしてないと感じている市民は多くいらっしゃいました。信仰の自由というものはもちろんあるんですけれども、その中でやはり市民もですね、材料がないというか、判然としないままこの市長選当日投票に臨んだというところはあるかもしれないですね。最後まで判然としない、もやもやするという状況。そうですね、やっぱり求められて、コメントだったり、どういう関わりをしていたのかという中で、やはり市長の立場として、関係はない、そういう説明をするのもやはり市長の立場として答えていらっしゃいましたので、個人としての立場は明確にされていなくて、統一教会に対する考え方というのも明確にされませんでしたので、やはりどういった関わりがあるのかという市民にとってはモヤモヤ感の残るまま選挙戦に突入していったのではないかと感じます。そんな中で、旧統一教会問題にですね、長い間取材をしている、ジャーナリストの鈴木エイトさんも現場にいらっしゃったそうですね。やはりこの旧統一教会がこの選挙戦の争点の一つになっていることで、碧南市外の方がかなり注目を集めていると、この選挙について。ただ実際この碧南市内ではどれぐらい
注目を集めているのかというのを肌感覚として知りたいから、市民の方を含めて候補者3人の取材もしたくていらっしゃったと話していました。そんな鈴木エイトさんにはどんな目的で取材に来られていたのかもちょっとインタビューをしていますのでね、こちらご覧ください。碧南市の市内でどれだけこう有権者の人がそこをまあ争点にしているとか投票判断にまあ反映しているのかとかいうところをちょっと確認したいと思ってきたんですね。碧南市内のこう盛り上がりの度合い、その碧南市外の方がかなり盛り上がっているのに比べて、市内でなかなかこう市民の方もそこをあんまりまあご存じない方も多いんじゃないかということで、実際に現地に来てみてまあいろんな人の話を聞いたり、まあ当事者であるネギタ市長にまあ話を聞きたいと思ってまあ来てみました。はい、まあ、ネギタ市長もまあずっと無投票で当選されてきたということで、その実際の支援者の存在っていうのがまあかなり少ないんじゃないかということで、まあ、それが実際、まあ、他選の方でちょっと問題となっているのか、統一教会の方関係がまあ素性に上がっているのか、まあ、それは分からないですけれども、あまりこう市民が熱を持って見ているっていう感覚をちょっと根岸市長の方には感じなかったんですね。根岸市長個人の思想信条を問題視しているわけじゃなくて、市長の立場として教団のイベントに関わったんじゃないかとか、その、まあ、視聴者をバックにした映像で、まあ、教団内で、まあ、そういう映像が使われたと、まあ、そのあたりでそこの問題視されていることなのであって、思想信条の問題ではないですよね。例えばどんな反社会的な社会的な団体であったとしても、まあ、その団体への信仰を持つであるとか、それは自由なので、そこじゃないんですよね。 でもそこの市長の立場として関わったことの説明責任、弁護士団体からの公開質問状にも、まあ、型通りの答えしかしていない、ちゃんと答えてないというところがやっぱり不信感を生んだんじゃないかと。VTR の中でも改めて鈴木エイトさんもおっしゃってるんですけれども、その個人の信条、まあ、信仰するものっていうことに、問題意識を持っているわけじゃないっていうところは、まあ、大前提として抑えられてましたね。そうですね、うん、やはり個人 の信教の自由っていうのは憲法でも保障されていますので、市民の人に、市民についても話を聞いていましても、まあ、何を信じているかはやはり自由だけど、うん、市長の立場としてどう関わっていたのか、そこがもっと知りたかったという市民の意見というのはかなり多く聞かれました。またですね、そのイベントで実行委員長を務めて、ネギタさんが務めていた際はですね、はいはい、その肩書きが碧南市ネギタ市長と肩書きをそこで使われていましたので、うん、それは半分公務になってくるんじゃないかなと、市民目線からしたらやはりそう感じてしまう部分もあると思うので、うん、そこについて明確な説明というのはやはりなかったので、まあ、不信感が溜まってしまったのではないかなと、市民は不信感が溜まってしまったんじゃないかなと思います。うん、本当にまあ個人として関わった旧統一教会に対する関するイベントであれば、市長という名前をつけずに根岸正信さんとして関わればよかったというところが一つ筋だし、分かりやすくなるってことですよね。そうですね、うん、まあ、本来であれば碧南市在住根岸正信さんという肩書きで実行委員長を務めればよかったと思うんですけれども、やはりそこに碧南市長という名前が出てしまうことで、碧南市長が関わっているイベントなんだっていう誤解も生む可能性もありますし、違法ではないんですけれども、やはり不適切だったのではないかなと感じます。さあ、間野記者はですね、今回のこの碧南市長選およそ半年間取材をしてきましたけれども、改めて取材してきた感想ですね、また考え方まとめていただけますか。はい、今回旧統一教会をきっかけにしてこの選挙に注目が集まりました。さらにこの愛知県としては2人目の女性市長が誕生したということで、うん、そうですね、はい、今後さらにこの市長としての小池さんの手腕というのは全国から注目が集まるのではないかなと思います。その上でですね、小池さんの公約に対して財源がどう確保していくのかという批判もあるのは事実で、具体的な対策を示す必要があるのではないかなと考えます。まあ、碧南市民というのは必ずしも子育て世代だけではありません。まあ、幅広い市民に対して実りある政策を実現してほしいなというふうに思いますので、私たちも引き続き注目をしていきます。ここまでメーテレニュースチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。